ちらのザ・プリンスギャラリー東京紀文町スカイギャラリーラウンジレプリカの方にお越しくださいませ。阿部さんが作ってくださいます。なお恐れ入りますが、こちらはカクテルとなっております。お酒です。未成年の方はご遠慮くださいますようお願いいたします。繰り返し申し上げます。こちらはカクテルとなっております。お酒ですので未成年の方はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。それでは改めまして皆様こんにちは。本日は東京インフロランド2018東京ガーデンテラス紀尾井町会場にお越しくださいまして誠にありがとうございます。東京インフロランド2018は一般社団法人花江文化協会が主催するインフロランドの祭典で、本日から5月23日水曜日までの2ヶ月間東京都をはじめ神奈川県、千葉県、埼玉県にありますさまざまな施設全30会場以上で開催されるものです。その最初を飾る東京ガーデンテラス紀尾井町では約7万本のカーネーションを使用し、事前にお申し込みいただきました参加者の皆様総勢200名の方々のご協力を得て先ほど完成をいたしました。インフィオラータとはイタリア語で花の絨毯を意味しており、400年以上の歴史を持つ花のアートです。こちらの東京ガーデンテラス紀尾井町会場では5枚のインフィオラータ、本日雨のため制作ができていないものもありますが、インフィオラータを3月25日日曜日17時まで、明日以降もまた制作を行いまして、3月25日の日曜日17時まで、そしてホテルのザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町の2階エントランスと36階ロビーにも3月24日まで展示をしてございます。大量に散りばめられた色とりどりのインフィオランダ、ぜひとも皆様この機会にお楽しみください。さてお待たせいたしております。こちらのステージではこれよりイタリア系アーティストラファエル・ワラッチーさんによりますジャズライブを開催いたします。ただいまお配りしておりますザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町スカイギャラリーラウンジレビータのバーテンダー阿部明さんのオリジナルカクテルテイルズ・オブ・オチョを味わいながらライブもお楽しみいただければと思います。それではご登場いただく前に、ここでラファエル・ワラッチーさんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。ラファエル・ワラッチーさんは1981年イタリアで生まれました。2009年イタリアの名門レーベルヒメラミュージックと契約。その卓越したピアノ演奏と歌唱力で瞬く間にヨーロッパ中に知名度を広げ、イタリアを飛び出しルーブル美術館やパリのサンセットサンサイドクラブなどでもライブを行いました。さらに2011年にはイタリアの歴史ある音楽祭サンデモ音楽祭に招かれ新人賞を受賞。2013年には世界ツアーもスタートさせました。さらに2016年にはディズニーからオフィシャル企画アルバムジャズワールズディズニーにて世界的なジャズミュージシャンたちとも参加。ヨーロッパやアメリカでの知名度と人気をさらに確実なものにしました。ラファエル・ワラッチーさんは現在ジャズシンガーとしてだけではなく、作曲家、アレンジャー、そしてプロデューサーとしてヨーロッパを中心に絶大な人気を誇るアーティストであり、今でもジャズとポップスを融合させた唯一無二な音楽の領域へと挑戦をし続けています。さあそれではお待たせいたしました、皆様大きな拍手でお迎えください。ラファエル・ワラッチーさんです。どうぞ。
I'm not going to be able to do it.